宮崎康成です。ドットセレクショントリプレックスの CEO です。今僕が持ってるのはだいたい6本ぐらい持ってるんですけど、一番好きな時計は今つけてる6263っていうベイトナーの時計なんですけど、その中でもシグマっていう時計で、それが今一番気に入ってます。一番ドリームウォッチはやっぱりポール・ニューマンが欲しいですかね。僕は今回この2つのスペシャルコラボレーション のストラップを作りました。レザーストラップとロングシャツの袖からストラップが見えるのがかっこいいと思います。初めてロレックスの時計を好きになったのは中学生の時に、父親に高校に行く前に1本いい時計を買ってあげるよっていうことで、何欲しいかなって探して見つけたのがロレックスでした。